はい、どうも日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけれども、本日はですね12月19日から来ておりますジュエリーグ FP のレベマ紹介やっていきたいと思います。かなり遅れましたけども、しっかりやっていきたいと思います。ということで今週はですね、この J リーグ MVP の11選手が来たという形になっておりまして、横浜 F マリノス優勝のね F マリノスの方から4選手、そして2位の FC 東京の方から6選手、そしてヴィッセル神戸の方からイネスタ選手が選出ということでですね、この11選手が選出されたということになっておりますけども、かなりですね J リーグの MVP2019 を総括する MVP ですので、かなり黒玉の選手が多いかなと思います。イニエスタ、ディエゴ・オリベイラ、中川、マルコス・ジュニオル選手ということで、この4選手が黒玉で、残りの選手が全て金玉ということになっておりますので、1人ずつ見ていきたいと思います。まずはヴィッセル神戸イニエスタ選手ということで、この前の天皇杯準決勝はもう本当にイニエスタ祭りだったんじゃないかなというぐらい活躍しておりましたけれども、まずこの選手はですね、ボールコントロール、ボールキープ、そしてパス系ですよね。カンストしている能力値がボールコントロール、ボールキープ、グラウンダーパスということで、ここら辺はカンスト、そしてドリブルとフライパスが98なんですけども、まあほぼカンストと言っていいでしょう。ボールコントロールからフライパスまで、ほとんどカンストというような形になっておりまして、一番上がった能力値がフライパスでプラス7で98ですね。この能力値はかなり上がったかなという印象です。であとはですね、プレースキックカーブ81、85ということで、ある程度ね、任せられますし、あとはボディーコントロールも簡素ということで、かなりドリブルしやすい選手かなと思います。ただ唯一ですね、コーン後っていうところはかなりネックの部分かなと思いまして、まあ6は欲しかったかなという印象ですね。でレベマ総合値は94で、スキルですけども、足元系でダブルタッチ、そしてワンパス、ルーパス、バックスピンロブ、ピンポイントクロス、アウトスピンキックということで、 ここら辺のねパス系のスキルもかなり有能なものを持ってるかなと思います。でプレイスタイルはナンバー10ということでですね、前回のイネスタ選手と比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですね、 MVP になりまして、かなり能力値も底上げとなっておりますので、これは MVP のイネスタ選手の方がいいんじゃないかなという印象ですね。でレベマ総合値も1上がっておりますので、これは完全に今回のイネスタの方がいいんじゃないかなという印象です。で続きまして FC 東京ディエゴ・オリベイラ選手ということで、この選手も選出されております。個人的にですね、前半戦の活躍は本当にえぐかったものがあったかなと思いますけれども、ご覧の通りですね、オフェンスセンス決定力が91-91ということで、共にプラス8プラス7ずつされて90台までしっかり乗せたという形になっておりますし、あと足元系の技術もしっかりありますよね。でスピード瞬発も91-82ということで、ある程度足の速い選手になってくるかなと思いますし、あとはキック力が89、フィジカルコンタクト89ということで、ここらの フィジカル系の能力もしっかりあるかなと思います。でコーン1っていうところはですね、 JD が、かなりコーン1の選手が多いんですけども、ここがネックな部分かなと思います。でレベマ総合値は92ということで、スキルはですね、シザーズ、ヘッダー、コントロールループ、アクロバティックシュート、ワンシュー PK キッカー、チェイシングに、ダブルタッチとワンタッチパスが追加ということで、 MVP の選手にもですねスキルが追加となっておりますけども、この2つのスキルかなり有能ですね。ダブルタッチとワンタッチパスで、プレイスタイルはボックスストライカーということでですね、センターフォワードの選手で唯一の選出となりましたので、かなり、個人的にね強い選手になってくるんじゃないかなという印象ですね。で続きまして、横浜 F マリノスの方から中川照人選手ということで、この選手も選ばれておりますけれども、J リーグベスト11、そして J リーグ年間 MVP のにも選ばれた選手ですね。かつ得点王にも輝いたということで、同 F マリノスの方からですね、マルコス・ジュニオル選手とともに、得点王に選ばれた選手となっております。ボルコンドリブル、ボールキープの部分ですよね、ここら辺かなり高いものを持ってるかなと思いますし、決定力が2桁上がったということで、プラス11で87、この決定力はかなりえぐいものを持ってるかなと思います。あとはスピード瞬発の部分でも97、96ということで、このスピ瞬も本当に高いですよね。でスタミナ86ということで、ただ唯一ですね、やっぱり J リーガーなので、コーン4というところが一つネックな部分かなと思います。でスキルもですね、かなり有能なものを追加されておりまして、ダブルタッチ、軸足当て、足裏コントロール、ワンタッチシュートに、コントロールカーブ、ミドルシュート、ピンポイントクロスは追加ということで、コンカだったりミドル、ここら辺のスキルかなり有能ですよね。プレイスタイルはウィングストライカーということでですね、この選手ワンチャンガチスカもありなんじゃないかなという印象ですね。まあただ唯一コーン1っていうところはネックな部分かなと思いますので、まあそのまま J リーグに残ってくれるのであれば、2月からのですね開幕後のライブアップデーにも期待ですし、あとは海外移籍もね噂されておりますので、そこら辺のところに期待の選手かなと思います。で前回の中川照人選手と比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですね、ブルーの部分が負けている部分、赤の部分が勝っている部分、そしてグレーの部分が同じということになっておりますけれども、11月14日のポトW、そして11月28日の週刊 FP、 10月の MVP、そして年
年間 MVP の選手ということで、ご覧の通り今回が黒玉ということで、かなり能力が底上げになっているかなと思いますけれども、オフェンセンスは10月の MVP、そしてドリブルはですね11月28日の今回の MVP が一番高いという形になっておりますけれども、スキル面で見ても能力値的に見てもですね、今回の中川照人選手の方が一番いいんじゃないかなという印象なので、これは乗り換える必要はないかなと思いますし、ぜひ当たった方はですねガチスカに起用しても見てもいいんじゃないかなという印象ですね。で、続きまして同じく横浜 F マリノスの方からマルコスジュニオル選手ということで、この選手もですね J リーグベスト11、そして得点王にも選ばれた選手になっております。本当に F マリノスはね強かったんじゃないかなという印象なんですが、オフェンセンス決定力の部分から見ていきましょう。85-89ということで、ここら辺の得点能力かなり上がっているかなという印象です。で、足元系の技術もしっかりありますし、やっぱりこの選手もですねスピード瞬発の部分かなと思いまして、97-94ということでかなり足の速い選手かなと思います。ただ唯一ですねマルコスジュニオル選手は後半さんというところがかなりネックな部分かなと思いますので、これはですね2月から開幕した後のねライブアップデーにかなり期待の部分かなと思います。で、スキルはですねシャペーアシルコントロールコンカスルーパスにダブルタッチワンタッチシュートワンタッチパスが追加ということで、このダブルタッチだったりワンシューワンパー、このスキルかなり有能ですよね。で、プレイしたらチャンスメーカーということで、この選手もワンチャンガチスカありなんじゃないかなと思いますけども、ただ唯一コンワンさんというところはかなりネックな部分かなと思います。で、今回2019シーズンのゴールキーパーは林選手ということで、 FC 東京から林選手が選ばれたという形になっておりますけども、ご覧の通りの能力値ですね、まずキック力92、フィジカルコンタクト93ということで、ここら辺のフィジカル系の能力値はしっかりあるかなと思います。で、ゴールキーパーということで GK センスいか見ていきたいと思いますが、キャッチングが関しておりますね、GK センス97、クリアリング95、ただコラプシングが84ということで唯一80台なんですけども、ディフレクティングが93ということで、ここら辺の能力値はしっかり上がっているかなと思います。で、後半後というところも J リーガーではですねかなりありがたい部分かなと思います。ですけど高弾道パントキックに GK ロングスローが追加ということで、プレイスタイル守備的 GK ですね。で、続きまして横浜 F マリノスの方からチアゴ・マルチン選手ということで、この選手は本当に強いですよね。まずヘディング88だったり、キック力、ジャンプ、フィジカルコンタクト88、90、87ということで、ここら辺のフィジカル系の能力値しっかりありますし、ここですよね、スピード瞬発の部分94、86ということで、このスピ瞬持ってるセンターバックなかなかいないんじゃないかなという印象なんですけども、この足の速さはかなり脅威かなと思います。で、ディフェンスセンス93、ボールダッシュ86、アグレッシブネス92ということで、ディフェンス系の、ね、能力値はもう少しあればなというところなんですが、コンワン4ということで、レメは総合値は91でプラス7で、スキルはマンマーク、インターセプト、闘争心の3つが追加となっております。プレイスタイルはビルドアップということでですね、前回のチアゴ・マルチン選手と比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですね瞬発力が2位下がっているんですけども、他のノルシアはかなり底上げとなっておりますし、特にディフェンス系のアグレッシブネスがプラス4というところはかなり評価できる部分かなと思います。で、スキルもですねインターセプトが追加ということなので、このインターセプト持ちというところもですねかなり評価できる部分なんじゃないかなと思います。で、続きまして日本代表室谷選手ということで、右サイドバックの選手ということで FC 東京から選出ということになっておりますけれども、まずこの選手はですね足元系の技術しっかりありますし、グランドパス、フライパスもしっかり80台前のスターというところはかなり評価できる部分かなと思います。あとはスピード瞬発の部分で見ても96、92ということでかなり足の速い選手ですし、スタミナ91なので後半もしっかりやれるかなと思います。で、後半4ということで逆足も4というところもしっかりありますよね。で、総合値は91ということでプラス7で、スキルにピンポイントクロスマンマークが追加となっておりますし、あとはプレイスタイル何もないというところは個人的にかなりいいんじゃないかなという印象ですね。守備的でも攻撃的でもないというところが個人的にねかなり万能な選手かなと思います。で、続きましても日本代表橋本健人選手ということで FC 東京からの選出ということになっております。この選手はかなりバランスの取れた能力かなと思います。まずグラウンドパス、フライパスの部分ですね88、83ということでここら辺かなり高いですし、ヘディング86、フィジカルコンタクト91ということでここら辺のフィジカル系の能力値もしっかりありますね。で、スピード瞬発も84、84でしっかりあるかなと思います。あとはディフェンス系の能力値ですね、ディフェンスセンス82、ボールダッシュ93、アグレッシブネス85ということでここら辺もしっかりあるかなと思います。でですね、後半号というところも個人的にかなりね、いいんじゃないかなと思います。で、レベマ総合値は89でプラス8ですね。スキルはマンマーク、インターセプト、闘争心にバックスピンロゴが追加ということで、プレイスタイルボックスボックスということで、続きましても FC 東京から永井健介選手ということで、この選手も選ばれておりますね。まずオフェンセンス決定力が88、85ということでかなり高いかなと思います。そしてここですよね、スピード瞬発の部分99、99ということで、ここではですねレベマの能力値出しているんですけども、1レベル時点でからスピードは乾燥して
していましたね。これもかなりえぐかったんじゃないかなと思いますけれども、ただ唯一やっぱり J リーガーということで公安4というところが気になる部分かなと思います。でスキルもかなり有能ですよね。コントロールループワンシューチェイシングにヘッダーとピンポイントクロスが追加ということで、ヘッダー追加というところはかなり個人的に嬉しかったんじゃないかなと思います。プレイスタイルはラインブレーカーということで、続きましても FC 東京から森重選手ということで、この選手はですねパス系82-88だったりヘディング90フィジカルコンタクト86ということなので、個人的には DMF 起用の方がいいんじゃないかなという印象ですね。スピード瞬発の部分が77-78なので、ここら辺が80台に乗せてればというところなんですけれども、ディフェンス系の能力値はディフェンスエース84、ボールダッシュ82、アグレッシブネス87ということで、ここら辺もですねかなりあるかなと思います。で公安5ということで、レベマ走行値は87ですね。でスキルはヘッダーと無回転シュートにミドルシュート、マンマークインターセプトが追加ということで、この追加スキルもかなり有能なもの持ってますよね。で前回の森重選手と比較していきたいと思いますが、ご覧の通りですね、まあ、キック力だったりフィジカルコンタクト、ここら辺のね、能力値は若干下がっておりますけれども、全体的な、能力値はかなり、上がっていますので、個人的には今回の方がいいんじゃないかなという印象ですね。でスキルでも見てもワンタッチシュートなんですが、マンマークインターセプトというところがディフェンダーの選手でかなり有能なものを持っているかなと思います。で最後は木田拓也選手ということで、この選手も本当にワンシーズン通してめちゃくちゃ動いてくれたかなという印象なんですけれども、横浜 F マリノスの方からラスト木田選手ということで、ご覧の通りですね、まずパス系85-83でしっかり歩きますし、あと足元系の技術もしっかりあるかなと思います。スピード瞬発87-91というところもかなり評価できる部分ですよね。特に瞬発力は一番上がってプラス10ということになっております。でジャンプ90だったりフィジカルコンタクト86、ここら辺のフィジカル系の能力もしっかりありますし、ディフェンスエース84、ボールダッシュ90、アグレッシブネス81ということで、中盤の選手でここら辺の、ディフェンス系の能力もかなり高いかなと思います。で後半4ということで、スキルはマンマークインターセプトキャプテンシーにワンタッチパスと闘争心が追加ということで、特にワンパ追加というところはかなりありがたいですよね。で前回の木田選手と比較していきたいと思いますが、こちらもですねかなり能力値底上げとなっておりますので、個人的には今回の木田選手の方がいいんじゃないかなという印象ですね。ということで本日はですね2019シーズン彩ったこの11人を紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ本当にですね中川選手だったり、イニスタ、ここら辺の選手はぜひガチスカでも起用できるかなと思いますので、当たった方はぜひ一度使っていただきたいかなと思います。ということで本日の動画良かったなと思ってくださった方は、最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では